Welcome to Gundam Online。 どうも、シュミです。いいマップだ。プリントン公安基地です。素晴らしいですね。今回ガルバルディアルファを入れております。ちょっとコストが重いんで、まあ、その代わりガザシではなくザクツジェという感じになります。今何を待つか、その選択が未来と同時に過去をも決定するのだ。奮闘せよ。あのね、ちゅうちょなく行くのが大事です。躊躇なく行くのが大事。ひよってはダメだ。男を見せろ。イエス。様になってますね。ありがとう。お、コーローブーンっすか。グレポイ合戦ですよ。まあ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 、ちょっとダメです。ほんとお、マジっすか。行って、どこから。エスパーか。だからさ、なんでそこで盾発動すんの。俺の盾発動しないんだよ。おかしくない。何その盾発動しない特性。やめてください。盾持ってる危険。バブで盾発動しないとかもう、ね、悲しんでしまう。おい、今の直撃でしょ。お、来たー。ロコン来たー。オーバーヒール来たー。外れた。行って。金ちゃんよ。金ちゃん。金ちゃんになった。ピカチュウから金ちゃん。外着を持ってみたいな。金ちゃんよ。そんなんじゃな。はい、関係ないですね。拠点に絡んでない今。勝てー。勝て発動しすぎですわ。届くの。ブーストチェンジもうちょい欲しいわ。はぁ、あ、はぁ、あマジか。なんでこけるんですか。レビー行こう。あれ行こう。ありました。よし、
敵本拠点の機能は止めた。なんでここ連邦機だと盾が発動するんですか、ちゃんと。純機盾発動しないんですけど、マジで。いや、なんでかっていうと、デブなんですよ。機体が太いから本体の方に当たっちゃうんです。本当に。まあ、バブでそれがあったら、ちょっと納得いかないんですけど。純機特性を持ってるんですよ。これは私の力だ！わずかですけど。出撃する機体を選択してください。行くぞ。何があなたたちをゾーンを出させるの。テロリストどもが、テロリストどもが、挑んできた勇気を褒めて、マースナス、デルタプラスでしたっけ。あ、そのしこいつも出てくるのかな。まだ出てない。もう Y はないんで、今度B はないんで、相手はね、今度は Y を狙ってくる感じでしょうか。させないけど、グレポイは下がれよ。よろけた。機体がない。ちょっと重いっすな。かなり重い感じ。いや、抵抗数もう一機入れなきゃいけないんですよ。帰っちまえ。屈式だけあっさり戻ってきましたね。挑んできた勇気は褒めて、これはほんの肩慣らしだ。ドラクした戦闘に出るように撤退する。離脱、緊急離脱。よし、撃破成功。好きねえなこいつ、ほんと素晴らしいですわ。危ない。ふぅ、ロマン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 の格闘を決めていくぜ。うぅしゃー、テンション上がるねこのキャラは。よいしょよいしょ。またかよ。ペースにやられたわ。まあ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 、だけど10連ぐらいはいったからいいんじゃないですか。残念、逃がさないよ。ああ、復活されちまった。
勇気は褒めてやる。そんな高校生でいいのかい。いいムービングでした。危なかった。復活させるところでした。さあ普通じゃあここから火力をガツガツ出せるのがいいね。本当にいいと思います。あい、それ当たってなくね。なんということでしょう。バックで死んだ。いやー、FC の前いいわ。本当にもう一挙欲しいわ。コスト340で。これじゃちょっとね、もうしろもっさり気味ですか。なんだ今の、立てられたんですけど。どんだけだよ。立てられるんですよ。高すぎる。もういい、行くしかない。修理までこやす。じっとしている。あははは、お前言ってた。それはよくねえよ。それはよくねえっすわ。自分の視点に戻ると、相手の視点に行っちゃうと、そのあれが見えないんですけど、自分の視点に戻ると、周りが見えるんですね、その周囲が。ロックされてない敵は、相手の視点だと見えない。意外と見落としがあるんですが、みんな自分の視点に戻しておくといいです。このなんかごちゃごちゃしてうろとりがし放題のマップ、ここ大好きです。うろとりがし放題っていうのは本当に。てか、本当に、あ、まあ、ただガチ守りになっちゃうんですけど、今のマップ本当に見渡しがよくて、行きづらい、行きづらいです。私行きづらいマップが本当に多いので、ここは救いです。本当に。こんだけ障害物があって、ね、すぐリーダースとかできてとか、そういう考えてできるのが、こういうマップが増えてほしいんですよね。そんなにめちゃめちゃに重いわけでもないので、ここは北極のバトルエラーはなんかやったら重いですからね。すごいグレポエ、グレポエの執着がすごい今の。自分でこれだけ空飛べるのはありがたい。シャービーが飛んでこないからそんなに今回。当たりすぎだ。少しは避けろ。外した。あれよねあれ。かわしたかと思ったけどダメだった。風しですじゃないしアルファです。ブーストの消費量もうちょい遅い少ないといいんだけどな。だからなんでそこガードすんのか、もうマジでわからん。今のはゼータにロックされてる。俺のはなんでガードしないのか。そしてなんで俺のはガードしないんですか。今のガードタイムおかしくね。おいビームコーティングしてきたぞこの。今のはちょっと今振る前のやつね。
ゼータの攻撃なんでカードしねえのみたいな。意味わかんない。正面から撃たれてんのに。だからこのゲーム縦かもしれない。全オールでいいよ、本当に。バッカンってなくなるっていう。そんぐらい、ね。で、ズゴクと、ゴクとかでかいやつは、そもそもが全体的に威力を半減するとか、そういう仕様でいいと思うんですよ。さすがゴクだ、なんともないぜっていう特性で、全部の攻撃を、50% カットとか、さすがだな。そういうのない。いや、そういう差別化あっていいんじゃないのっていう話ですよ。逃げてください。もう手加減する余裕がありません。直しはまだ戦えるはずだ。よみがえ、戦場に戻るとしよう。回収を優先させるぞ。礼を言う。もはや何も言えない。また盾だよ。また盾だよ。よし、壊そう。殴れる。ちょっとブーチャー低いのはね、メッキですな。オッケー。これ百式を戦い、いや、まあ、ガーベルもそうなんですけど、百式ガーベルの戦いにくいと。逆にザク 2J とか範囲火力は、だからザクシリーズすごいいるんで敵も多いんですけど、そんな感じですよね。ここは楽しい。ここは本当に楽しいです。ハマり、私がハマりやすい。私の特性にマッチしてるマップでございます。あれ、やっぱり、まあまあまあ全体的にそこそこいけたのかなという。ね、はい、ここは楽しいですね。ハマりやすいですね。ハマりやすい。個人評価の報告です。いや、まあいいんですけど、バトルエリアみたいななんか前に出なきゃいけない仕組みはあった方がいいよなと思います、どのマップでも。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。一応何ですかな。コンビより報酬が届きました。はい、それじゃあチリビでした。回収するコンテナを選択してください。